まあ、今回はちょっとみんなと一緒に、うん、あの盛り上げていければなと思ってまして、うん、こんなにいっぱい、はい、あの質問をいただきましたので、あのこれに西口さんにですね、うん、あのまあ、答えて いってもらいつつ、ちょっとあの歴代ゲストとかもねいたりするので、その人にも振りつつ、うん、あの他の人にも振りつつやっていきたいと思います、うん、いきましょう、はい、じゃあどれからいきます？ん、はい、ね、あ、まあ、食事制限、食事の制限はありますか、はい、っていうね、食事の制限はありますかっていうこと。ありません。はい、食事の制限ありません。多少今その質問を食い気味で回答するっていうちょっとちょっとやってみました。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあね、この子供へのがんの伝え方で、うん、いい方法、工夫があれば教えてください。これは難しいな。まあでも多分あのそれまでの関係性によると思うんですよ、多分、うんうん、子供と普段どういう、こう距離感でいるのかとか、はい、なんだろうな、あの僕なんかその考えるときに、あのプロポーズっていろいろあるじゃないですか。プロポーズ ありますね。グッチさんの場合、土田さんもしましたよね。グッチさんの場合のプロポーズしましたよね。最近しましたよね。去年一昨年 ね。しましたよね。だからそういうする時のその彼女との関係性とか、ね、彼との関係性によって、ね、多分本当にお金持ちだったら、うん、ね、ちょっとホテルの最上階とかでね。ねワイングラスに何かやってとかっていう人もいるのかもしれないしね。ベッドにね、あのアヒルみたいなね、あのバスタオルがアヒルになってるんですよね、ベッドがね。それ知らないなんかその何でしょうね、その高級なホテルとかね、うんうん、なんかそういうのもあれば、本当にこうささやかなね、その落ちてる納豆を拾ってね、指に通すとかね。いやいや、そういうのもね、それはないでしょ。ささやかすぎてもないでしょ、それは。だからそういう、こう感じで、なんかその、うん、状況とか、ね、うん、合わせて多分全然こう違うと思うので、うん、その中で考え、多分ね、その僕が思うのは、子供のことを考えて行動したことは多分子供は分かってくれると思うんです、僕は。だからなんか正解はなくて、その子供のためにこういう伝え方をしたんだよっていうことをがちゃんと分かれば、子供は多分分かってくれるんだろうなと僕は思います。逆にこ あの会場の中で、うん、お子さんがいらっしゃるがんサバイバーの方、横山さんぐらいですかね。名前言っちゃったけどいいですよね、大丈夫ですね。じゃあ横山さん、じゃあ、後ろからマイクがいきますので、うん、ちょっとどう思いますか、子供へのがんの伝え方でいい工夫。僕も実はまだ伝えてなくてですね、あのさっきおっしゃったのが10歳3歳だったので、伝えても分かんないと思ったんですが、一番だったのが、テレビ見てて僕が言われました、あのパパもがんでしょって言った時に、お、知っとるやん、うん、でもなんで伝えられなかったかっていうと、1年後なのか1年前に身内をまで亡くしてるのを子供見てまして、これはまずいなというのがあったので言えずじまいだったんですが、あの逆に子供からパパもこれなんでしょって言われた時に、ああそうそうって言えたことが良かったなと思ってるので、そう伝え方ってダメですかね。いいところ、いいですか。ありがとうございます。はい、どうですか、ちょっと言える範囲でいいですよ、あの言える範囲で全然、はい、あの子供がまだ3歳なので、あの、まあ、話してもまだ分かる年齢じゃないので、あの特に何も伝えてないんですけど、シュッとしたばっかりなんです。かなり大きい傷がありますので、もう一目で欲しいというかは分かる姿なので、あの、まあ、子供これから大きくなるんですけど、そういう姿を母親を見て育つので、まあ、自然と、まあ、分かっていくかなと思います、うん、はい、そのお子さんの年齢にも大いに、うん、あのよると、事前に任せろ精神でございます。はい、まあ、ここはね、いろいろ難しいですからね。はい、ありがとうございます。これ、ネットの人ちゃんと声拾えてる？大丈夫？はい。はい、ニコ生止まりました。では次いきます。はい。はい、フレッシュはね、ちゃんと言ってるよね、多分ね。はい、フレッシュは言ってると。ですね。はい。ね、もうフレッシュ一本でいくぐらいの、ね、うん、気持ちでいきましょうかね。はい、じゃあ次、じゃあどれいきますかね。どれくらいの頻度でお仕事されていますか。体調が安定しているのでできる感じでしょうか。うん、さっきね、お仕事の話もね、ちょっと聞きたいっておっしゃってたので、うん、
はい。仕事は、基本的にシフトなんですけど、シフトをもう僕が勝手に入れていくという感じです。なんで大体まあ週2日3日のシフトをどんどん勝手に僕が予定に入れていってっていう感じですね。今そのなんか仕事の内容にもよるじゃないですか、うん、そのなんかそういう形でできるようなことって。うんうん、僕はもともと営業だったんですけど、今はその人事という仕事に変わって、まあ、主にその、採用の仕事をしてるんですけど、まあ、面接が主な仕事なんですね。なんで、その、行く日が分かれば、そのアシスタントの人たちがどんどんその面接をその日にどんどん入れるっていう、そういう感じです。だから行けば僕は面接予定が入っていて、面接を担当すると。面接官。面接官です。うわ、ね、最悪だと思いますよ、僕面接官。もし当たったらどうします？どうします？でも受けなかったら不採用ですよ、だから。面白くなかったら不採用ですよ。最悪の面接官。いや、そっか、面接官か。うん、いや、だって、じゃあ、例えばどんなこと聞くんですか？例えば、言える範囲でね。今までで一番受けたのはどういう時ですか？でそれを聞いて、あ、情景が思い浮かべば採用だし、うん、思い浮かばなければ、もう一つ違う場面をちょっと教えてくださいって。出てくるまで聞くっていう。ちょっと同僚大丈夫ですか？そういう話ですね。あら、はい。はい。そこのね、はい。はい。じゃあちょっと次行きたいと思いますね。はい。じゃあこれいきますか。うん、がんになって以前に比べてできなくなったこと、うん、できなくなったことね、うん、そうだな、でもね、あんまりないんですよね、そう考えてみると。へ、うん、あ、ただその、まあ、通院があるので、うん、そのなんか長期でどっかに行くとかみたいなことはなかなかちょっと難しい。ただそのじゃあ病気になる前にどっか行ってたかというと行ってないので、うんうんうん、そんなね、だからできなくなったんだけど、うん、もうそもそも病気じゃなかったらやってたのかっていう話もあるし、それって別になんかね、がんだからどうだとかっていう話でもないしっていう感じですよね。だからそんなになんかその制約を受けてるかというと、まあ、そうでもないけど、当然その爆弾があるという、うん、その気持ちはあるので、うんうん、無理しちゃいけないなとか、そういうのはあるぐらいですかね、うん、ありがとうございます、うん、そこでね、まあ、この貯金を切り崩していく生活に妻は反対しなかったのかということと、あと体調が安定してできる感じなのでしょうか、仕事とかね、うん、まあ、収入がどれくらい減ったかとか、うんうんうん、そういったところもちょっとお金の周りね、それは反対しますよ、それは。ですよね。もう、あたり前田のなんとかですよ、そんなの。皆、ね、まで言いませんけども、ね、本当そうですよ。あかんかん、JD が、うん、JD が分かってない。分からないですよ、ね。女子大生は分かってない。あたり前田のなんとかで分かんないですよね。あ、そう、分からない。うん、うん、そうなんですよ。当たり前のことなんですけどね。そんなことは言わなくても当たり前でしょっていうことなんですよ。そのことを当たり前だのなんとかって言えば大体受けるっていう、そういうことなんですよね。反対というか、まあ、当然その心配はされますよね、うん、で当然そのまあ親も当然心配をするし、まあ、だからこそそのいきなり収入をゼロにしてとかっていうんじゃなくて段階的にした方がいいんじゃないかということをまあ言ってくれたのは親だったんですけど、はい、まあまあそうだな、まあ、当然僕自身の生活というかも当然あるので、まあ、家族の生活もあるので、まあ、まず今の生活を維持しながらどこまでやっていけるのかということですよね。だから、うん、貯金なくなる前に、まあね、元気だったらタクシーの運転手でもするし、多分何でもするしという気持ちは僕にあるので、はい、うん、なんかその姿勢を見せ続けることは大事なんじゃないですかね、うん、俺元気だから大丈夫だと、うんうん、そういう姿勢を 見せることで、まあ、妻の反対を頑張って、うん、まあでもやっぱり僕がやりたいということに対して妻はね、不安だけど応援してくれると、うん、なんかこう思ってるのかもしれないですけどね、思ってるのかもしれないけど、やっぱりこうね、無言の応援というかみたいなものは当然、ね、あると思う。あ、いい奥さんですね、うん、本当に
そこで収入どれぐらい落ちましたか？入院する前は結構稼いでたので、すごいもうなんかウハウハだったんですよ。うん、平均年収よりは全然上ですよね。まあ、ね、そうそう、皆さんが思ってるウハウハがどれぐらいのウハウハかは知らないですけど、僕の中ではウハウハだったんですよ。ただそのウハウハだったところが当然そのね、うん、あの入院をして、で営業でなかなかね成績も出なくなってってことを考えたときに、その翌年はもう半分ぐらいになりました。わお、年収は。わお、で半分ぐらいになって、今はそこからどうまた減ってますよね。今はうーん、半分ぐらいそれを減って、3年前に比べると3分の1にはなってないけど、まあでもそれに近いぐらいになってますよね。うん、ですよね。いや僕もそうでしたもん、うん、僕もやっぱ3分の1にまずなって、で徐々に仕事を復帰したりとかいろんなことして頑張っていくっていう形ですけれども、うん、ね、本当にね、そうなんです。いや結構大変ですよね本当に。はい、うん、でじゃあちょっとですね、がんであることを子供に伝えたことで反抗的な態度を取られたという例を聞きましたが、うん、どういうことでしょうか？どうして反抗的なのでしょうか？多分なんかこう理解できないんでしょうね。そのなんでその自分の親がそうなるんだとか、何かねその家族の問題が原因としてあるんじゃないかとか、うん、なんか多分その自分事として考えたりとか、なんかもしくはその家庭に問題があるんじゃないかとか、うんうんうん、なんかその悪いことをしてたからなんじゃないかとか、うんうん、多分何かしら因果関係を考えてたりすると、多分なんか処理しきれなくなってきて、うん、多分非行に走っちゃうとか、あ、なんかそういうことって多分その病気に関わらず多分起こり得ることだと思うんですね。うん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 、だから、そういう、こうショックが大きいことなんですよ、うんうん、それぐらい。だから、僕の場合はその子供が小さいので、そういうね、反抗的になるとかっていうことはなかったんですけど、うん、それそれでね、当然その物を投げつけたりとか、そういうこうやり場のない思いをぶつけるお子さんも当然いらっしゃるし、で多分そういう思春期とかだと、うん、本当にもうね、目に見えてそういう行動が出てくるので、やっぱりこうそれまでの関係性が多分すごく大事、うん、ね、普段からねサバサバした関係性の中でそういうねセンシティブなことを言うと、当然そういう結果になり得ることも当然考えられるし、うんうん、まあ、じゃあそこの関係性、まあね、今日の話でもあったその信頼の構築じゃないですけれども、そうどうやってこう今まで接してたかっていうところは大事。いや、めちゃくちゃ大事です ね、本当ね、らしいですね、はい、ありがとうございます。で、じゃあですね、ここの、あ、じゃあこれいきましょうか、うん、周りの方、ご家族やか、うん、医療従事者などからかけられた言葉に励まされた、救われたというエピソードがございましたら教えてください。そうだな、まあ、うん、意外にこうなんか何も言わないっていうのも僕は結構嬉しかったですね。へ、家族なんか特にそうですけど、うん、なんかこう変にこう言葉にしようとせずに、はい、まあ、普段通りというかっていう、なんか言葉にしなくてもいいよねみたいなのは、まあ、今 の、 その活動やってるのもそうなんですけど、なんかその頑張れとかって言われなくても、なんかこう応援してくれてる感が伝わってくるので、まあ、それでいいんだろうなというところですかね。うん、ありがとうございます。まあ、ちょっと言葉にするのは結構難しいですよね。まあ、難しいですよね。うん、ちょっとどんどんいきますね。はい、じゃあ、キャンサーペアレンツというネット上のコミュニティを考案したきっかけを教えてください。うん、はい、そうですね、まあ、僕自身がその、まあ、ネットに関わる仕事をずっとやってきたというところもありましたし、まあ、やるんだったらそのネットでしょうと、まあ、当然そのまあ患者会とかもあるんですけど、やっぱり、ね、僕らの世代でいうと、まあ、みんなは、ね、うん、ネットも使えるしスマホも持ってるし、そういうのをうまく使った方がつながれるんじゃないかと、でそういうのがやっぱりその時はなかったので、まあ、そういうないやつをやった方がまあ流行るでしょうという思いもこうあって、ネットでネットでという形ですね、うん、ありがとうございます。じゃあ次からですね、うん、ちょっと、ソーシャルワーカー関連いきたいと思います、うん、ソーシャルワーカーを当時使ってましたか、うん、そしてもし使っていなかった場合、うん、いつ使いたかったですか、うん、
ません、全く使ってないですね。いや、あの、ダメとかじゃないんですよ、全然。いや、使ってました。あれ使ってない。使ってるとかって言うんですかね、こういうのって。活用してるとか、相談して受けてもらってるとか。あ、うん、そういう意味では相談したことはないですね。なんで、なんで、あの、どこにいるのかわからない。で、何なのかがわからない。まあね、横文字でね、だからね、なんかこういう問題ってすごくいろいろあって、うん、あの、病院の中にも、うん、あの、相談支援センターってあるんですよ。がん相談支援センターってあるんですけど、うん、僕最初なんかその、あの、ケモ室にいるそのケモの専門の看護師さんに、うん、そういうのがあるから行ってみたらどうですかって言われて一回行ったんですね。で、一回行ったんですけど、なんかよく分かんないまま終わり、一回行ったきりでした。なんかそのがん相談支援センターは。だから、なんでしょうね。なんかそういうのは、あの、行ったらなんかあるんだろうなっていうのは分かるんですけど、じゃあ具体的にじゃあどんなことを相談できるのかとか、どんなアウトプットがあるのかみたいなことは分からないので、なんかもう自分でやるしかないなみたいな、そんな感じでしたね。いつ使いたかったかとかありますか？なんかやっぱり制度とか、うん、休む時とか復帰する時にどんな制度があるのかとか、うん、なんかそういうのは、あの、人事の人よりも多分詳しいと思うので、人事の人は多分そういう慣れてないので、そういうことに対して、だからそういうのは、あの、教えてくれたらありがたかったなというのはありますね。その生きていく上での体上での生活上での心配とか今はあったりしますか？やっぱりね、その急に来るので、そのさっきのその胆管炎とかでもそうなんですけど、急にそのよっしゃ寝ようと思って寝てしばらくしたらブルブルって震えが来て急に高熱が出るとかってことがあるので、そういう意味ではなんかこう調子乗ってたらあかんよっていう普段の生活の中で、確かにね、よっしゃーみたいな感じでやってたらすぐ来るよっていう、うん、そういうのありますね。そういうのありますね、うん、ありがとうございます。逆にね、ここにいるサバイバーの人たちにね、うん、もうせっかくなんでこの、あの、 JD の方たちの質問の中のソーシャルワーカーを使ったことがあるとかね、使ったことがないとかね、ちょっとそこら辺聞いてみたいなと思うんですけど、使ったことがあるよっていうサバイバーの方、ちょっとなんか挙手的な。あれ、そう、すげえ使って、僕は別にそんなマイノリティじゃなかったんですね。マイノリティではなくて、まあ普通の人だったということですね。 JD でよろしいですか？あの、逆に、あの、使わなかったっていうのが当たり前だのなんとかで、ちょっとね、じゃあ浜さんとか、もし可能だったらなんで使ってなかったのかとか、使わなかったのか。浜さんはですね、今、あの、専用の方眼の、歴代ゲストでもあるんですけれども、うん、今も絶賛闘病中です。今肺にちょっとかかってます、はい。で、僕の場合にはソーシャルワーカーっていうのがまず耳に一回も入ってこなかったです。なんだろうそれ。あの、介護のケアとかでもソーシャルワーカーっていうには聞いたことはもちろんありますけども、がん支援の方では浸透はされてないんじゃないかなとは、その当時思いましたね。僕、闘病して約3年半ぐらいなんですけども、3年半前の入院中にはそういう話は出てませんでしたし、まあ、出てからも僕の構成だから別に使う必要はないという、まあ、愚痴と一緒なのかもしれませんけど、はい、そんな感じで使わなかった、はい、使う必要はなかった、はい、ありがとうございます。あ、ごめんなさい。逆になんか、逆に今ソーシャルワーカー関連で聞きたいことありますか？先輩たち、何でもいいですよ。じゃあもしあったら何かまた言ってくださいね。本当に、はい、はい、大体終わったんだ。はい、ですね、大体次最後こちらに残ってます。最後、あ、これ。一番楽しいと思うことは何ですか？やっぱ美味しいものを食べることかな。美味しいものを食べれるってなんかすごい幸せなんですよね。あの、入院とかするとやっぱ食べれないし、手術すると食べれないし、退院してすぐって結構その親からあれは食うなとかあれは飲むなとかめっちゃ言われるんですよ。まあ、あるあるだと思うんですけど、で、半年ぐらいするとなんかそれがこう普通に戻っていくんですけど、そういうのがあるとなおさら、当時は牛乳ダメ、
お肉ダメ、牛肉豚肉ダメ、鶏肉はいいよ、あとはなんか、普通の野菜じゃなくて有機野菜だけですとか、あとは、なんかバナナダメ、体冷やすからバナナダメ、ある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 、そういうのもね、あの体が冷える、そう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 、はい、南国のフルーツは体を冷やすためのフルーツやからなみたいな、うん、お前知らんやろみたいなことをなんかめっちゃ言ってくるやつとか言って、でそういうなんかそのいろんなものがあって制限がすごいあったところが、何でも食べていいってなった時の最初食べた時の僕はラーメンのことめっちゃ覚えてて、めっちゃうまいと思う、ラーメン、それまでラーメン食べると下痢になるというところから、入院してからずっとラーメン食べてなかったんですね、半年ぐらい。でもそのもうステントも入ってるし、多少脂っこも食べてもいいってなった時にラーメン食べたあの味はもうねすごかったですね、感動、感動でした、ラーメン。やっぱね、食べるっていうのはね、本当に患者にとってもね、うん、本当に楽しみの一つでもあるんでね、うん、そういった中で、そうそう、西口さんも前向きにがんと戦っているという印象を受けました、うんうん、また西口さんの人間関係に助けられたというエピソードがありましたが、うんうん、もしも明るく前向きな性格、あ、もともと明るく前向きな性格だったんですか、ですか、うん、という形ですね、うん、はい、いや、もともとですよねいや、そんな多分性格って急に変わらないと思うし、ただあの、うん、暗いというか、そういうこう内向的だった人が、うん、そういう病気を通じてポジティブになるっていうケースって僕はあると思うんですよね、うん、だからなんか変にそのなんかね、そのネガティブな思考だから病気になったら不安ですみたいな、ね、うん、そんなね、そんなこと考えてるからネガティブやねみたいな話になるので、うんうんうん、別にね、あんな風に明るく楽しくね、闘病できるんだったら、あ、みんな そう私もできそうだなとかって、なんかもう楽観的に考えればそれでもいいんじゃないかなと僕は思いますけどもね、どうです？じゃあちょっとこちらに関して歴代ゲストのじゃあ方に聞いてみましょうかね、うん、宮城くん、宮城純くん、宮城純さんはですね、もう小児の頃から、うん、6歳、7歳、8歳、9歳、7歳の頃からですね、うん、白血病と戦っていると、戦っていたという、うん、いうことがあって、どうですか、その性格的なところ、うん、今の話聞いて。病気になってから、どう性格が変わったか、でもなんか、本当に病気をして、いろんな困難が。それを乗り越えるために結構自分自身に結びがついていたものがあったので、結構物事を前向きにすごい考えるような姿勢になったなとは思いますね。病気しなかったら元々が結構人見知りしても人見知りの間に話すようなことというのは一切やらなかったので、結構毎日やったりとかやらせていただくというので、それはちょっと病気をした経験からなんかいただいたものなのかな。ちょっとね、声が小さかったかもしれないですけど、病気になって前向きになったということで、ありがとうございます。はい、あ、ネット用にちょっとね、はい、反復しました。大丈夫です。はい、という形で、うん、だいたいね、終わった、うん。だいたい終わったんですけど、逆に皆さん、挙手で聞きたいこと、うん、もうその場で今、フラッシュアイデアで何か聞きたいこととか、あったりとかしますか？なんか、全然いいですよ。全然同僚からも何か言ってください。ないです。何か聞きたいこと、聞きたいこと聞きました。大丈夫ですか。死への恐怖とか、そういうのはどう対応されてるの？死への恐怖にはどう対応されたのか。そんなの。いや、死への恐怖って常にあるんですよ、やっぱり。あるんですけど、そんなの対応できないですよね。だから、向き合えば向き合うほど、向き合えなくなるので、だから僕はなんかそこに向き合わないようにするために結構その仕事をしたりとか、その今のこのキャンサーフェアスの活動をしたりとか、多分なんかそのそらしてるっていうのは多分あると思うんですよね。だからそういうのがないと、逆になんか閉じこもっちゃうと、もう死のことをばっかり考えてしまう自分が怖いというのは多分すごくあると思うんです。
だからもうなんか やらなきゃいけないからやってるというのはすごくあるんだろうなと思いますね、はい、ありがとうございます。逆にそうですね、どうですか、うん、なんか質問とかせっかくなんで、あ、そっちに、じゃあお願いします。もしなかったら今の質問を受けてちょっと思ったんですけども、宗教観みたいなものって何か変わったりしませんか。宗教あ、僕は宗教観はもともとないので、そんなにその宗教観が、だから宗教観って言われるとちょっとあれですね、あんまりないですね、そういう強い思想っていうのは。だから僕が死んだら どんな姿になるとかってなことはもう全く考えたこともないし、生まれ変わるのかとか、ね、また同じ人と結婚するのかとか、そういうこともあんま考えたことがない。で、魂が輪廻するとかも考えたことないし、まあ今のこの僕しか考えてないですね。僕がこの場にいるこの瞬間とか、僕がもう死んだらもういなく、僕という存在がいなくなるっていうことしか考えたことないですね。だから僕はその魂というかみたいなものをこのサービスに何とかこう乗せて、この世の中にこう形を何とかして残したいなっていうことしか考えてないですね、うん、今何を残せるかというところ で、ね、まあ、その一つがキャンサーペアレンスでもあったりだとかいうことですよね、うん、逆になんか先月手術してどうですか、何か聞きたいこととか先輩に。いや、先輩ってなんかね、あ、なければ全然大丈夫です。はい、ではます。じゃあ、はい、お、宮城くん、歴代ゲスト。あの、想像でお会いしていただく形になるんですけれども、よく僕なんかの子供の頃の時代だったので、よく親から変わってあげたいということはよく言われたんですけども、もしあの美術さんのお子さんが美術さんとの病気だった場合、今自分が病気な人だと、お子さんが病気だと、いやー、これは反復して話してもらっていいですか。まあ、変わってあげたいということをよく言われると、うん、あの親だったりだとか、うん、いろんな人から、うん、でその時にやっべ、もう忘れてしまった。その時に、うん、そうだから、まあ、変わってあげたいと思うかってことですよね。だって、まあ、どっちの方が辛いかとか、そういう話です。子供が病気の時の方が辛いのか、それとも自分が病気の方が辛いのか、子供が病気になる時の方が辛いか、自分が病気になる時の方が辛いか、うん、これね、僕は、まあ、僕がこういう性格なんで、はい、あれなんですけど、やっぱり家族の方が僕は絶対辛いと思うんですよね。まあ、当然僕自身も辛いですし、僕自身がその痛みとか辛さは当然あるのは僕なんですけど、うん、でもその僕はその痛みに耐えればいいとかっていう感じなんですけど、当然その僕は多分先に行くことになるんですけど、なんかそういう残された人たちの方が当然いろんなものを背負っていかなきゃいけないってことを考えると、当然ね、そのね、その生きる死ぬってことだけを考えてるだけじゃなくて、その生き続けることを考えなきゃいけないので、それはもう大変ですよね、その家族側の方がって僕は思います、やっぱり。だからなんか変わってあげるとかね、僕はなんかそういう、ね、家族がどうなるとかっていうのはあんまり僕は経験ないんですけど、うん、僕は周りを見てる限りで言うと、家族の方が当然いろんな悩みとか苦しみは多分あるんだろうなというふうには思いますね、うん、家族の方が苦しいんじゃないかということと、うん、はいはい、フレッシュにコメントいただいてます、はい、ということなので、ちょっとフレッシュに、なんだろう、フレッシュで、はい、はい、お、岩国 YMCA の講演会聞いてくれた学生さんから、看護学生の2年生なんですけれども、あ、聞かせていただき、あ、感想ですね、感想ですね、看護師になりたいと思いましたということだったりだとか、うん、はい、うん、やるべきことがある、見つけることも大切ですよね、うん、と、うん、
そうですよね、うん、本当何もないと自分の体ばかりに向き合うことになってしまうので、うん、ということもいただいて、ね、そうそう、はい、そうですね、うん、本当見ていただいてありがとうございます、うん、はい、OK、 はい、は、うん、うん、収入も含めて働き方は僕も悩んでいますっていうこともいらっしゃったりだとか、うん、一人息子が小学5年生の時に夫が亡くなり1ヶ月前に夫婦で真相を伝えました。その息子はもう中2、うん、今そのことを本人に聞いてみるとなかなか聞かなければわからないことばかりと、うん、いうことをコメントもいただいてます ね、うん、はい、ね、本当ね、こんな話でよかったのかというね、僕がねいや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 、よかったと思いますよ、ね、すごいいろんな勉強になったと思います、うん、はい、逆にもう大丈夫ですかね、皆さん何か質問がしたいことがあったりだとかすれば、うん、お医師を目指している今ニート、うん、あ、今って日本って公的な医療保険がすごい大きくて、でただ、まあ、国の歳出に占める社会保険料っていうのはすごい大きくて、でどん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 この先日本型の医療保険から多分アメリカ型の、まあ、自己責任の保険になっていった時に、まあ、がん患者としては手術もしないといけない、抗がん剤もしないといけないとなった時に、ここは譲れるけど、じゃ例えば、まあそうですね、まあ、アメリカになったとして日本が公的さん、ここは譲れるけど、ここは譲れないみたいな、そういうお金の譲れるところと譲れないところみたいな、ちょっと教えていただければ。めちゃくちゃ難しい話です。まあね、グッチさんだから。いや、なんだろうな。いや、でも本当にそういう、保険のありがたさってすごいですよね。だから皆保険だからこそ、ね、いろんな医療を受けれるっていうのがすごくあるので、それはもう若い時にはそんなに入院したこともないし、だからなおさらそういう手術とかすると明細とか見るといくらやねんみたいなのがボンって出てくるわけじゃないですか。でそれが、ね、公的な保険と、まあ、会社の社会保険とかで全部こう払ってもらえるんですけど、難しいなぁ。いやでも、ね、闘病していく中では当然お金って絶対必要だしあった方がいいんですけど、まあ、もしそこを削るんであれば何か別のところで補填しないと多分、ま、回らないですよね。患者を見捨てるだけになっちゃうので、うん、いやもう難しい問題です。これはそれはもうみんなで考えていきましょう、ねだからそのなんかでよくそのね、なんかそのなんちゃらファーストとかっていう人よくいますけど、よく言わ、なんでしょうね、別になんかファーストとかもどうでもよくて、なんかみんながこうハッピーになることはやっぱ考えないとダメで、別にそのね東京が良かったらいいのかみたいな話だし、なんかがん患者が良ければいいのかっていう話だし、なんかそういう話じゃなくて。もっとそのがん患者を取り巻く環境って当然あるし、ね、東京って当然日本だしとかグローバルで考えなきゃいけないしとか、なんかそういうことを考えずに、なんかどうしても僕らってがん患者はこうあるべきだとか、なんかがん患者はこういう支援をされなきゃいけないとか、なんかそういうことを考えがちなんですけど、なんかもう小さいと、もうそんなこと考えてるだけでもうなんかその環境良くなるわけないと僕は思ってるので、なんかもうちょっとこう大きい視点で考えないとなんかダメなんだろうなというふうにはなんか僕も思うんですよね。だからもうなんとかファーストやめましょうっていう、なんとかファーストやめましょうの回になりますもん、ね、はい、今日、はい、もうアメリカのあれも最悪ですよ ね、 もうね、あんなも最悪です、うん、はい、っていうね、まあ、宗教観変わってないですから僕、宗教観ないですから、ね、はい、はい、ありがとうございます。そういったところでですね、もう時間にもなりますので、はい、ちょっと締めていきたいと思います、はい、まあ、先ほど第1部でも言っていただきましたけど、うん、第2部も終えて西口さん、うん、今後来年に向けて何か抱負などあれば。そうですね、だから僕本当にその今までその元気でやってこれたっていうのは、こういう形でこう、ね、何かを伝えるっていうことをやってきたからだと思ってるので、まあ、この後の1年もいろんなことをいろんな活動を通じていろんなことを伝えていきたいし、なんかいろんなことをこうどんどん吸収していって、まあ、この年でも全然成長できるんだっていう、ことがまたその、ね、来年につながっていくと思っているので、
本当にもう何でしょうね、元気に一日でも長く生きるということが僕の中ではすごく大きいテーマなので、そこに貪欲にチャレンジするということですね。はい、はい、貪欲にチャレンジして、うん、頑張って行動すれば変わるということでね、はい、こういうね、こうやってね、唐突にガンノートっていう規制を発する人って多分今までいなかったと思うんです唐突に、ね、規制を発する人って、そこに僕価値があるんじゃないかなと思ってどんなほらめっちゃ首かしげてるよ本当に。その価値があると思ってるんで、はい、うん、だからそういう人もまあいていいんじゃないかな、うん、はいはい、こういう人たちとですね、8月20日キャンサーネットジャパンさん主催の、ジャパンキャンサーフォーラムで僕たち2人がセッションして、うん、とりあえず面白いことを発信しようかなと、うん、がんと家族についてね、うん、テーマを設けて、うん、まあ、ちょっと他にもゲストを何名か、うん、呼んで発信したいと思いますので、またそれもね、ぜひ皆さん見ていただいたりとか、うん、ジャパンキャンサーフォーラム、大阪じゃないわ、東京の日本橋でやりますので、ぜひぜひそちらにもご参加ください。といった形で、はい、今日のガンノート終えていきたいと思います、はい、今日は本当に一日ありがとうございました。ありがとうございました。